皆さんこんにちは金倉瑛菜ですはいえっとですねまあ案の定ですよね <laughs> いやー私の持ってた通りになったわ今日の試合は <laughs> ってことでですねはい昨日言ってた通りでしたねはいでもね えっと、今日のヤクルトの試合ですね d n a 対ヤクルトの試合ですねまあ私の思ってた通りになったわ <laughs> あいつがもう一番のおとりだからなと思ってて結局そのままやったけど結構いいピッチングはしてたんですよね3失点以内に抑えて意外ともうちょい最良失点するんかなと思ったらそんなにし,しなくて。 あのうちの本当の打線やったら勝ててたっていう状態で <laughs> もうねひどい <laughs> 相変わらず初回からあのいもうねバッ初回戦闘バッターからフォアボール出して6連続フォアボールみたいな <laughs> 6連続ボールみたいになっちゃって <laughs> まあ 当たり前だよなっていう感じで、はい、ただね吉りさんはまあ予想通りだったんですけどちょっとね火薬切れが気になるほんとに火薬切れというかあのあんまり打てないのがちょっと気になるっていうところで7ヒット7本打ってて1点しか取ってないんですよね今日。なんでちょっと 人は DNA よりも上行っててそうなってくるとちょっと気になるなっていうところでまあちょっとあさってがちょっと心配なんですけどまあ頑張っていただきましょう。はい <laughs> ってことでですね最終結果このようになってます。はい このようになってますちょっとロ,ロッテ楽天は書き間違えて <laughs> ちょっと消しゴムで消せなかったんで5対4とこう,こうなってますが一応5対4ですはいでですねえー、とあと5がちょっと汚いですけどま気にしないでくださいはいでですねこうなってますまあさっきも言いましたけどまあかやっこはヤクルトは今シーズン初めてのシリーズ黒星となりました はい。もう予想通りですよね。ってことで d n a さん。よかったね。<laughs> はいってことでまあこれはもう完全に王者ですよね。王者ソフトバンクということでもうすごいと思いますよ本当に。であ阪神。阪神連敗。はいまた逆転負けされたということで。 ちょっとね大変ですね。土リ寮のホームランとか結構いいところもいい素材もあったんでえっと d n a 戦頑張ってく次の d n a 戦で巻き返してください頑張ってください。ってことでですね次がえっとえ中日3連敗ですかすごいねそれまたすごいねっていうことではい中日3連敗です。はい 中日3連覇、ね、でも鈴木さんっていう、まあ、すごい素材も手に入ったんで、まあはい、す,すごい鈴木ひろしさんドラ1の鈴木ひろしさんも、ね、よく頑張ってるのでえっとまあいい素材も手にあのいい素材が手に入っているということで、まあ、よしとしましょうはい。まあいや 広島とということですね次次私あさってから広島戦なんですよ。なんで広島を手帳手帳にしますんで中日さんもうね敵中日さんの敵を打ちます。はいでえっと西武はね4点ですね。連打のタイムリーとかもあって結構取りました。はい あと4番山川も結構ハマってんじゃないかなと思ってますはいでさっき言いましたけどロッテ楽天は5対4ですはい井口監督連勝ということでさすがですねロッテが勝ち越しましたですねはいちょっともう支中日に関しては早く <laughs> 白星取ってほしいところではありますけれどもはいということでですね 今日は、えっと今日の試合のえっと結果をお伝えいたしましたはい、中日さんご安心くださいあさってから、うちの最強といえる投手陣が、先発陣がケチョンケチョンのグチャングチャにしますんではいまあね、投手陣投手ひどい球団が何言ってもあれ 全然信用性ないとは思うんですけれどもはい頑張るんであのまあ私が頑張っても仕方ないんだけどね <laughs> 応援頑張るというかはいってことでですねえっと投手選手の皆さん頑張ってくださいってことで今日はこれぐらいにしたいと思いますえっとチャンネル登録は下の概要欄からえっと チャンネル登録、えっ、ー、と、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価あ、コメント、それからリクエストがありましたら、えっと、リクエストもよろしくお願いいたします。えっと、ツイッターにもリクエストを、が、えっと、できる、えっと、コメ,コメント欄を作っていますので、ツイッターにもぜひぜひ、えっと、コメントよろしくお願いいたします。 ってことで以上鎌倉恵那でした。バイバイ。